サービスエリア。今日はスタバが空いてたんで。今メルシンの田が上り、そこにトラックが止めました。上から見る感じがすげえいいわ。田川、これこういうのかな。これで逆側上り上下線行きます。最高です。あっという間に食べ終わった。うまかった。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。汗かいた。最高。2020年6月21日22かな21かな。利根川来ました。仕事帰りに利根川に来ました。マムシに注意。羽生市内にいてマムシの目撃が情報されています。マムシ冗談。なんかレガこれ難しいな。レガなんかレガうまくいかねえな。なんか位置が悪いのかな。今日は利根川、埼玉県羽生市利根川で はい、トランペット練習中、練習してます。
せえっすね。道の駅羽生、まだなくなってたんで残りこれラスト、もうこれでラストです。とりあえず今回作った分はこれでラストなんで、はい。そしてまたいろいろと並べときました。こいつロングホールトラッカー、これ新作今年モデルのロンティーです。一応 M と L と XL、2XL の4種類を用意しました。はい、ここに置いたんで、ロンティー。とりあえず今これだけ。あとこっち。マグナムスティングロンティーと T シャツに、この辺はパーカーとかトレーナー、トレーナー。こっちは76艦隊のロンティーと T シャツとか、パーカー。はい、そんな感じになってます。はい、こんな感じで。こいつかっこいいんでぜひゲットしてください。よろしくお願いします。はい、こんな感じで近々アルバムを並べたいと思ってます。そんな感じで、ではでは。先日道の駅羽生で、インスタグラムでつながってる直くんとあれっていう感じでたまたま会って、なおくんが前インスタグラムで、俺のトラックのミニカーを改造してなんか作ってくれてて、まあとりあえず俺のトラックのフロントに置いてほしいなんて言ってたんで、はい、ちょっと開けてみたいと思います。ミニカーを作ってくれました、ありがとうございます。今日は建て替えしてきたんで、友達のいつも動画を見てくれてるガンちゃんいるかなと思って来たんだけど会えませんでした。また次回会えたらよろしくお願いします。で、さっきの続きこれミニカーを送ってみました。で、これをちょっと開封してみたいと思われます。もうさっきに呼ばれてしまってセットしてきたんです。結構でかいな。よいしょよいしょ。はい、じゃん。はい、見てこれ。もうアグナムスキングを作ってくれました。ちゃんと上田翔吾も細かい、結構これ細かいな。だいぶ細かいよ。全部こういうところも、このアンドンとか、全部フォグとかも、全部オイルと同じように作ってくれました。本当ありがとうございます。大切に、大切にします。入れて、先日は道の駅羽生にて偶然お会いできまして、本当に嬉しかったです。
お休みの貴重なお時間を割いていただき、ステッカーまでいただけて嬉しかったです。当日お話ししておりました手作りのミニカーをお礼という形でお送りいたします。ありがとうございます。もし部品破損がありましたら誠に申し上げませんが、接着剤で修正をお願いいたします。了解です。バッチリ部品は壊れてませんでした。大丈夫です。ありがとう。長距離ドライバーでお忙しい毎日だと思われますが、お体を気をつけてお仕事頑張ってください。また会える日を楽しみにしております。ありがとうございます。本当ありがとう。また会ったら次は、動画、車動画撮らせてください。はい、こんな感じでよろしくお願いします。本当ありがとうございました。さあ、それではセットしたんで、これからミキシへ向けて発信したいと思います。そんな感じで、それではまた。